カリニコス・クレアンガはギリシャの卓球選手、ルーマニア・ビストリツァ出身。当時の名前はカリン・クレアンガ。7歳から卓球を始め、ジュニア時代からルーマニア代表として活躍した。しかし、当時のニコライ・チャウシェスク政権下では卓球を続けることが困難であると感じたことから、16歳の時にヨーロッパユース卓球選手権大会の期間中に会場を抜け出して、 ギリシャへと亡命。この時にカリンからカリニコスへ改名した。1989年からシニアの国際大会に出場、世界のトップで活躍している。2003年の世界選手権パリ大会では男子シングルスで3位に入賞した。2008年の北京オリンピックでは水谷純と3回戦で対戦し、4から1で勝利している。 2013年のヨーロッパ卓球選手権でもギリシャ代表の一員としてプレーし、ドイツに敗れたものの準優勝している。身長168センチメートルの小柄な体格ながらフルスイングによる豪快な両ハンド攻撃を持ち味とするため小さなヘラクレスと呼ばれる。あまりに強いインパクトのために使用していたラバーの表面がボールとの摩擦で切れて裂けるほどである。 また、サービスのフォームが独特で、かつ巧妙である。普段は中陣に下がって、両ハンドをぶんぶん振り回すスタイルなので見せることは少ないが、前陣でのブロックもなかなか巧み。ありがとうございます。